日本において警察官とは警察法の定めにより警察庁都道府県警察に置かれる公安職の警察職員を言う。警察官は個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行すること等を任務とする。旧警察法においては 公安職の警察職員のうち国家公務員であるものを警察官、地方公務員であるものを警察理員と呼び区別していたが、現警察法においては警察官の名称に統一されている。なお、都道府県警察の警察官のうち警視制以上のものは国家公務員とされ、地方警務官と呼ぶのに対し、それ以外の警察官その他の職員は、 地方警察職員と総称される。戦前六内省工具警察では、工具警察官と称したが、現在の工具警察に置かれる、公安職の職員は、工具護衛官という、東京マラソンのランニングポリス交通取締り中の警察官法令上、警察官は主に下記のような権限を有している。憲法擁護義務公務員として、日本国憲法第十九条に基づき、 憲法尊重用語の義務を負う。犯罪捜査を行う場合については、刑事訴訟法の規定に基づき、司法警察員または司法巡査として、検察官の指揮を受ける。守秘義務警察官は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を知りいた後も、また、同様とする。守秘義務違反は懲戒処分の対象となる。秘密を漏らすとは、 秘密事項を文書で表示すること、口頭で伝達することをはじめ、秘密事項の漏洩を黙認する不作為も含まれる。法令による承認、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者の許可を受けなければならない。保護義務警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、 次の覚悟のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のあるものを発見したときは、とりあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。この措置を取った場合においては、警察官は、できるだけ速やかに、そのものの家族、知人その他の関係者に、これを通知し、 そのものの引き取り方について必要な手配をしなければならない。責任ある家族、知人等が見つからないときは、速やかにその事件を適当な公衆保険もしくは公共福祉のための機関または、この種のものの処置について法令により、責任を負う他の公の機関に、その事件を引き継がなければならない。また警察官は、精神障害のために自身を傷つけ、 または他人に害を及ぼす恐れがあると認められるものを発見したときは、直ちにその旨を、最寄りの保健所長を経て、都道府県知事に通報しなければならない。前原一世を捉える明治時代の警察官、平安時代の公認7年頃に、警察組織として警備医師が設置され、主に、京都の警備に当たった。江戸時代には警察に相当する組織としては、町奉行や、 感状奉行などがあった。江戸市中は町奉行所が扱い、幕府直轄領については感状奉行が扱った。例えば江戸には南北の町奉行が、諸国には地名を冠した縁国奉行があり、その職員であるよりき、同心が現在の警察官に相当した。ただし、よりき、同心の人数は人口に対して非常に少なく、江戸の人口百万人に分類され、 長武行の活動の対象となる町方の人口は、半分の約50万人に対して、警察業務を執行する周り方同心は南北、合わせて30人にも見となかった。この人数で、江戸の治安を維持することは困難であったため、同心は、私的におかっぴきと呼ばれる手先を雇い、警察業務の末端を担わせていた。江戸のおかっぴきは、約500人。 その手下の下、引きを含めて3000人ぐらいいたという。また、重罪であった放火、押し込み強盗などを取り締まる、引付盗賊改め方も設置された。明治維新によって、江戸幕府が崩壊し、新たに、薩長問いが主導する、明治政府が誕生すると、諸藩の兵が治安維持に当たった。しかし、藩兵は、純然たる兵士であり、警察官ではなかった。 1871年、東京府に羅卒3000人が設置されたことが近代国家警察の始まりとなった。羅卒には、薩摩藩、長州藩、藍津藩、越前藩、旧幕臣出身の氏族が採用されたが、その内訳は薩摩藩出身者が2000人、他が1000人であり、日本警察に薩摩罰が形成される契機となった。同年、 司法省刑保虜が創設されると、警察権は同省に一括され、東京府ら卒も同省へ移管された。薩摩藩出身の河地俊義は天皇を中心とする、中央集権国家にふさわしい警察制度研究のためと押し、フランスの警察に習った制度改革を建議した。司法省刑保虜は内務省に移され、1874年に、 首都警察としての東京警視庁が設立された。以後の警察は国家主導体制の下管轄する中央省庁の権限委任も多く行われたが、最終的に内務省に警察権が委任され、内務省型の国家警察、国家直属の首都警察としての警視庁と各道府県知事が直接管理下に置く地方警察の体制に落ち着いた。 1933年に大阪市の天禄交差点で起きたゴーストップ事件にて市電をめがけて赤信号を無視して交差点を横断した陸軍第4師団不評第8連隊第6中隊一等兵と交通整理中であった大阪府警察部曽根崎警察署交通係巡査との大規模な衝突が起こりその後現役軍人に対する行政措置は 警察官ではなく憲兵が行うこととなり、軍部が政軍関係を超えて、次第に国家の主導権を持つきっかけの一つとなった。第二次世界大戦後は、連合国軍最高司令官総司令部により、それまでの中央集権的な警察組織が廃止され、1948年に旧警察法が定められる。旧法では、 地方文献色の強い国家地方警察と自治体警察の日本盾の運営で行われるが、1954年には、現、警察法に改正され、国家行政組織の警察庁と地方組織の警視庁、道府県警察に統一されて、今日に至っている。なお、この間、1938年、厚生省が内務省から分立し、警察官の業務のうち衛生業務は、 保健所に移管された。消防業務に関しては、1948年国家行政組織として消防庁が設置され、消防業務は警察官の業務から独立し、自治体消防制度が発足した。警察官になるには警察官採用試験に合格しなければならない。警察官の多くは都道府県ごとに実施されている警察官採用試験を受験し、 地方公務員として都道府県に採用されることになる。警察庁の警察官採用試験は都道府県の警察官採用試験とは別で実施され国家公務員として採用されている。いわゆる警察官僚と呼ばれ採用は毎年20人ほどの極めて狭き門である。採用試験には大卒程度の1類、短大卒程度の2類、 高卒程度の三類といった区分が設けられている。受験資格は自治体によって異なるが、受験年齢下限は18歳、上限は28から35歳とされている。なお、職務の特性から身体基準も設けられている。身長は男子1 6 0トル以上、女子1 5 4トル以上、体重は男子約4 8ラム以上、 女子4 5ラム以上。視力は、裸眼視力0.6以上、または強制視力1.0以上。この他にも、色覚、聴力などについて、身体要件がある。自治体によって、採用試験の時期や回数は異なっており、1年に1回という、自治体もあれば、採用時期を分けて1年に2、3回実施している、自治体もある。毎年度、 おおむね4月8月12月頃に、1週間から10日、前後の試験申し込み期間が設けられ、願書などの必要書類を提出する。その約1ヶ月後に一時試験が行われ、教養試験や論文試験などの筆記試験に加えて、資格経歴の表情、身体検査、適性検査などが実施される。警察官採用試験の難易度は、市役所職員採用試験と、 ほぼ同程度である。一次試験合格者は、数週間後に行われる二次試験に進み、面接試験や体力試験を受ける。最終合格者については、警察官採用候補者名簿に名前が記載され、翌年度の4月1日以降、順次、巡査として採用されることになる。また、最終合格者に対しては、身辺調査が行われることになる。 地域によって基準や調査範囲は異なるが、むね三振等以内までがその対象となっている。試験は各都道府県別、男性、女性別、また一類、二類、三類といった区分別に年に複数回実施されることが一般的であるが、採用までの一連の流れは共通している。採用されると全員が警察学校初任課に入校して、 法学や警察実務を学ぶ。この他十課として、警察霊式点検教練、や和剣道、逮捕術、拳銃双方、救急法等を学ぶ。法学では、憲法、警察法、警察官職務執行法、法学概論、行政法、民法、刑法、刑訴法等について学ぶ。警察官が実際に、 現場で職務を執行する際に関係してくる法律、規則は、手続き面であれば、警察官職務執行法、警訴法、少年法、犯罪捜査規範等であり、犯罪に対して適用する法律であれば、刑法をはじめ覚醒剤取締法、柔当法、道路交通法等の特別法、迷惑防止条例等の都道府県条例である。こうした、 実務関係の法律については、警察実務で学ぶ。科目としては、犯罪捜査、地域警察、生活安全警察、交通警察、警備警察等がある。こうした科目では、法律だけでなく、法律を執行するための細部の規則や通達についても学ぶ。承認過程は、4年生大卒者が6ヶ月間、それ以外の高卒者等が10ヶ月間となっている。 初任課を卒業した新任警察官は地域課の交番勤務に配置されることになる。警察官の階級は警察法第62条により、警視総監以下、警視官、警視庁、警視生警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査の旧階級が定められている。また巡査と巡査部長の間に階級機詳から区別されるように、 警察法に定められた正式な階級ではないが、階級的地位として運用される巡査長がある。警察庁の名がたる警察庁長官は、日本の警察官の最高位の官職名、職位であるが、階級を有しない警察官である。警視官以下の警察官は、制服着用時に階級賞を着装するが、長官は、特別に規定された。 警察庁長官賞を両肩検証に着想する。警視総監も警視官までに規定されている階級賞ではなく、両肩に四連立賞を着想する。警視総監は最高の階級として東京都を管轄する警視庁に一名のみ置かれ、その職名と階級が一致する。全国の道府県警察本部長が警視監内し、警視庁なのに対して首都の治安維持を指揮する。 警視総監は階級においても特別な地位である。その他の公務員でも同様であるが、殉職した場合は殉職の対応により2階級、あるいは1階級特進等の形で特別に承認する場合があり、その場合には退職金支払い、除訓、その他の保障も特進した階級に基づきなされる。1990年代に職務の高度化及び専門家に鑑み、 警視、警部、警部補の人員割合を増やすという階級構成の是正化が行われている。国家公務員として警察庁に採用された場合、国家公務員総合職採用者は警部補の階級を初任とし、国家公務員一般職採用者は巡査部長の階級を初任とする。これら警察庁採用の警察官は承認試験を課せられることなく、 選考により承認する。地方公務員として都道府県に採用された場合は、採用枠や学歴に関係なく、原則として巡査の階級を承認とする。その後は一定の経験年数を受験資格とする巡査部長、警部補、警部と3段階の試験を通じて承認の道が開ける。いずれも倍率の高い試験である。警視へは試験ではなく、 個別の選考により承認する。警察制度上、巡査部長は初級幹部、警部補は中級幹部と位置づけられる。地方公務員として採用されたものであっても、警視制の階級に至ると、国家公務員に身分が切り替わり、任命権者も警察本部長から国家公安委員会になる。報級その他手当についても国庫がその支弁を行うようになる。 都道府県の場合、専門性を必要とされる職種については経験者、または有資格者を採用しており、学歴に関係なく、経験や能力によって階級が定められている。主に財務捜査、サイバー捜査において、専門採用枠があり、採用時の階級は巡査部長であることが多い。明治初期1874年、司法省にあった警保料を内務省に遺憾。 丁都の治安を担う東京警視庁設置により、本格的な行政警察に基づく警察制度が確立した。当初、庁は警視庁とされたが、同年中に、G の大警視を庁の名称に引き上げるなどの改正がされた。その後、内務省警視局への組織改編を挟んで、数度の改正が行われた。一方、東京府以外の各府県では、 1875年に警部と巡査が置かれた。府県の警察担当部署は第4課で1880年に警察本所と改められた。再び警視庁が置かれる直前における東京府と東京以外の府県の警察官、巡査の職を示す。明治中高期1881年、警視庁が採用消され内務省本省から独立した。 警視庁の庁は警視総監となり、この官名は現在に引き継がれている。警視庁の初期には、警視副総監、巡査総長など現在とは異なる名称の職も置かれたが、数度の改正を経て1891年には、警視総監、警視警部巡査の形となった。東京府以外の府県では、1881年に、警部長警部、警部補巡査の形となった。 警察部門の名称は、警察本所から、警察本部、警察部と改められたが、警部長が引き続いてその長となった。1905年の警部長廃止後は、警務長が置かれ、警察部長たる、事務官が当てられた。台湾、朝鮮の外地には、巡査のもとに、巡査法の階級が置かれ、台湾人、朝鮮人が巡査法に任命された。対象、 昭和戦前終戦8月15日当時における警察官、消防官等の職を示す。次の3つに分類することができる。上2つは国家公務員、3つ目は地方公務員である。警察庁の警察官は警察法施行令、第9条で制服の他に階級省、識別省、警察手帳、手帳、警笛、警棒、拳銃、帯革、 拳銃釣り紐を対応されることが定められている。各都道府県警察でも、これに準じた装備が対応されている。明治時代から第二次世界大戦中までの制服は、爪襟であったが、戦後は背広型となった。イメージは軍服に老い川月帯革を締めた姿。1994年から採用されている形式の制服は、旧制服よりも、 さらに市民への圧感を軽減し、男女共に機能性、活動性に特化したデザインであると同時に、警察官として、ふさわしいッシしさと見た目にも美しさを兼ね備えたデザインを取り入れている。同年より、女性警察官の制服には、スカートの他にズボンも配布されたが、ズボンは当初、清掃とはみなされなかったが、近年では一部の都道府県警察の訓令で、 スカートズボンどちらも着用していいこととなった。特に指定のない場合の公式清掃では、会はスカート着用とされている。ズボン配布は制服のスカート丈が短いので内勤は良いが、外勤の際は冬場では寒いという意見が多かったので、外勤の活動服として取り入れられたことによる。最近の警察官は、個人の標準装備にベルトポーチなど自前購入した。 様々なオプションを付け加えることが容認されているようである。制服に関しては1994年以降変更されていない。右上腕部の袖にあるエンブレムを除き、全国的に統一されたデザインのものが着用されている。活動服、白媒体イイン活動服は上着が4つボタンのブルゾン型で丈が短く腰部分に、 シャーリングが入っているため非常に動きやすくなっている。地域警察官や留置場勤務の総務警察官や道路標識などの管理業務中の交通警察官が着ているのが活動服であり、冬服、愛服を着ているのは、所内勤務員や交通警察官や幹部クラスの警察官である。れに冬服、愛服を着ている地域警察官を見かけることがあるが、 活動服が使用不可能な状態な場合が多い。ただし、あくまでも略装であり、常用は厳しく制限している本部もある。当初は自動車警ら隊等のパトカー乗務員にのみ支給されていたが、現場の意見から広く採用されることとなった。街頭でパトロールや取り締まりをする交通機動隊、高速道路交通警察隊に属する警察官の制服は他部署とは異なっており、 交通乗車服という特殊服を着用する。また常に必ずヘルメットをかぶってパトロールに従事するよう定められている。他にも覆面パトカーで街灯をパトロールする、機動捜査隊に属する警察官の場合、制服ではなく、私服警察官として一般人と同様の背広などを着てパトロール等に従事するため、警察官と気づかれることなく、 挙動不審人物に職務質問することが可能となり、犯人を取り逃がす可能性が低くなる。冬服、愛服冬服は3つボタンである。色は濃厚色。導入当初、市民からは、透明には警備員と区別がつかないと不評だったという。帯皮をズボンのベルトに専用金具で固定する。帯皮には、拳銃ホルスター、無線機、警棒。 拳銃釣り紐、手錠ケースなどが付けられる。拳銃ホルスターや無線機は、上着の外に出ていないといけないため、上着腰ポケット外下に切られているスロットからベロを引き出しそれにつける。つまり、一般の上着と違い、腰ポケット外はダミーで、腰ポケットに物は入れられない構造である。拳銃釣り紐はカールコード式で、端は帯皮に留める。愛服は、上着。 ズボンともに、紺色とする。正式は、冬服と同様。生地に、朝が混じっているため、色や艶が冬服とはやや異なる。上着の下には、夏服そっくりの検証付けのワイシャツを着用している。上着を脱いでワイシャツのみでの着用も認められている。旧正式と比較して、次の点などが変更されている。夏服夏服は、水色の正式シャツ、藍色のズボン。 シャツは半袖と長袖があり、長袖着用時は腕まくりも認められている。夏服のみ第一ボタンがなく、ネクタイも着用しない。階級章は巡査、警視官まで同じ型で左胸につける。金色の部分が多いほど階級が上になる。2002年10月 ID を示す半月状の識別章が取り付けられるようになった。色は 巡査部長まですべて銀色、警部補以上は円が金色になる。巡査部長は冬服、愛服の袖に銀のライン、警部補、警部は金のライン、警視以上は金に加え紺のラインに1条、または2条が入る。また、正帽の帯章には警部補は紺、警部以上は金のラインが入る。大戦前には特殊帽やについては、 地方長官が内務大臣の認可を得て制定することとされており、府県ごとに相違していたと思われるが、1941年には内務省警保局長通帳により防空警備に従事する警察官の特殊性暴の様式が示され、これにより各府県警察部は防空警備時には軍用品に類似の略防及び鉄棒を使用できることとなった。鉄棒については、 当初白色と指定されていたが、対戦末期の鉄棒着用警察官の写真では、いずれも暗い色調となっている。現在では、複製改正以降、薄型の防人衣が導入され、外勤警察官の多くが着用するようになった。また、この頃から、銃器による犯罪の捜査現場や、暴力団抗争事件の現場警備などで、突入捜査班、機動隊など、 以外の警察官も自衛隊の88、式鉄棒類似の戦闘用ヘルメットや、セラミックプレート入り防弾衣を着用して、捜査、警戒に当たる姿が、報道などを通じて見られるようになっている。また、交通機動隊の白媒隊員は、夜行直帰と一体化した、防護衣を着装している。刀剣、警防、警通明治最初期の警察組織においては、 警部以上の幹部警察官は、武官と同様に制約を受けずに台頭していたのに、対し、配当令や治安の改善を受けて、羅卒の縦脇は禁止されており、三尺の手棒を傾向していた。その後、1874年8月の大上官たちによって伊藤巡査にも縦脇が解禁された。当初は特に制限はなかったが、得意満面で対等してか歩するものが多く、 二ヶ月後には、勤務時のみに制限されるようになってしまった。その後、西南戦争での抜刀隊の活躍や、欧州各国の警官が用途を廃用している、こと考慮して、縦脇の解禁が検討されるようになり、1882年12月2日の大乗艦ち第63号をもって、1883年5月24日より、全国一斉に縦脇が開始された。 配当としては、基本的にはサーベルが用いられていたが、幹部などは、等身が日本刀の場合もあり、外装も高級であった。また、消防、水上警察及び自動車勤務者はサーベルに変えて、探検を汎用しており、1923年以降は、交通取締り勤務者や、その他庁府県長官が指定するものにも拡大された。なお、正当な理由なく抜検して、 障害を与えた場合は罪に問われるなど、サーベル等の使用には、現在の日本の警察官における拳銃と、同等以上の厳しい制限が加えられていた。サーベル、探検は、連合国軍最高司令官総司令部の指示に、基づき、1946年3月12日に、交付した、警察官及び、消防官複製、巡査服制及び犯人間待遇消防手、 複製臨時特例により廃用禁止となり、警防、警図への使用が定められた。警視庁では、同年7月20日に、廃当返納式が挙式された。しかしながら、物資不足から警防、警図への支給が遅れる地域も多く、また、後に、拳銃の常時稽古が定められてからも、拳銃の不足が続いたため、それらの代替として、暫定的に、サーベル、 探検の禁止が緩和され、しばらく部分的に使用が続いた。この時使用が始まった木製警棒は、後のものと比較すると、長さが短く白色に塗られ、先端部に向かって太くなる形状であるなどの相違が見られる。警棒の様式はその後改められ、木製ニス塗りで、長さ 600mm、握り部分から先端まで同一系のものが、長期にわたって使用されることとなった。 1994年の複製改正時に、警棒については、傾向性改善の観点から、それまでの木製にすぬり一体型を廃し、3段、伸縮式アルミ合金製のいわゆる特殊警棒に変更された。さらに2006年には、長さを延長するなどの規格改正が行われている。 拳銃内務省時代 FN ブローニング M1910 を装備した警視庁特別警備隊日本の警察における拳銃装備の起源については不明な部分が多い。例えば1884年の秩父事件の際には現地で人頭指揮に当たっていた埼玉県警察部長が拳銃配備を指令した記録があり、この時点で埼玉県警察本署に拳銃が配備されていたと、 推測されるが、埼玉県警察では、これは、制度的なものではなかったと分析している。その後、第一次世界大戦後の不況に伴い凶悪犯が、頻発、警官の装備不十分が指摘されるようになった。折からの関東大震災後の治安悪化もあって、直後の1923年10月20日の直例第450号及び451号をもって、 警察管理の拳銃形態が解禁された。これを受けて、1925年3月には、警察管理武器使用規定及び、警察管理拳銃形態に関する件が通達され、運用規定が整備された。採用された拳銃は、傾向性などの面から比較的小型の自動式拳銃が主体であり、具体的には、警保局長よりの通達により、コルト式または、 ブローニング式大型拳銃及び小型拳銃と指定され、前者を主として制服警察官用、後者を私服警察官など用として使用していた。前者はコルト M1903 または FN ブローニング M1910 を、後者はコルトベストポケットまたは FN ポケットモデル M1906 を指すものと推測される。例えば警視庁では、 1924年2月18日より、コルト大型拳銃250丁と小型150丁を各所約3丁当て配備した。また全国的に見ると、1930年12月の時点で1322丁の拳銃が配備されていた。その後、1932年9月1日の通達によって、銃種制限が撤廃された。この結果、 福岡県警察部などでは、モーゼル m 1九百十、茨城県警察部では、米国製三十二番型後連発中折りなどの使用認可申請もされている。なお、これらの通常装備とは別に、最初期には有事に備えた兵器も装備されていた。これは、死族反乱などに備えた装置として、八百七十四年二月十日の川路敏義大警視の上申を受けて、 陸軍省から小中七千長を借り受けたのを短所としており、当初は陸軍から派遣された教官により訓練がなされていたが、同年10月4日には訓練及び警備編成の統括機関として警備編成所が設置された。有事には警部を招待長として81個招待が編成される計画となっていた。また西南戦争に派遣された警視隊は、 同所の修了者が多く活躍したとされている。その後、1881年の憲兵制度の発足を受けて、警備係は廃止され、休憩支局所管の兵器はすべて陸軍省に納付された。しかしその後も、朝鮮などの外地では、武装勢力との戦闘に備えて、小銃やヤホなどの軍用武器を保有している場合もあった。日本では百七十一年から、 新しい郵便制度を発足させたが、現金書き留めを狙った強盗被害が多かったことから、1873年に郵便配達員に拳銃の携帯を許可している。旧警察法時代 S&WM1917 拳銃については、終戦直後は日米双方が混乱しており、アメリカ側が警官の非武装化を施行したと解釈された時期もあった。 しかし1946年1月16日、連合国軍最高司令官総司令部より、スキャッピン -605 として、日本警察官の武装に関する覚書が発出され、拳銃により武装できることが明文化された。当初は、FN ブローニング M1910 や、コルト M1903 のように戦前の警察組織から引き継がれた武装のほか、GHQ の指令を受けた。 旧日本軍の武装解除や民間からの回収によって入手された14年式拳銃や94式拳銃などが用いられていた。しかし当時は日本全体が非武装化されつつあり拳銃の入手が難しく充足率は低かった。例えば比較的装備充実していた警視庁ですら1946年3月の時点では 関東大震災直後に調達した572丁を保有するのみで警察官25人に1丁にも満たない程度であった。その後、同年6月に旧軍の装備品4189丁の獲得に成功し、およそ3人に1丁の割合となった。1949年の時点では全国平均として6人に1丁程度保有していたものの、 地域によって差が大きく、警視庁や青森県、三重県のようにほぼ全員分を確保していた地域がある。一方、例えば、平良市警察の場合、同年に発生した平良事件を受けた、事後調査において、30名の定員に対して2丁しか、保有していなかったことが指摘されている。配備されている拳銃にも老朽品が多かったほか、多種多様な銃が混在して配備されており、 様式は実に170種以上に及んでいた。1949年夏よりこれらの拳銃は GHQ に回収され、代わってアメリカ軍の装備が対応されることとなった。同年7月1日、GHQ 参謀第二部公安課から日本政府に施行された覚書により、当時の日本警察12万5000名に対して各人に拳銃一丁及び、 実報100発当ての太陽が通達された。S&W m リタリーポリス a p やコルトオフィシャルポリスなど、38スペシャル男子用の回転式拳銃のほ四 45ACP 男子用のコルトガバメントや M1917、リボルバーも多数含まれていた。例えば警視庁は全員が S&WM1917、大阪市警視庁は全員が コルト M1917、埼玉県では、国家地方警察はコルトコマンド、自治体警察はコルトガバメントが配置された。このように太陽拳銃はいずれも、O、中型拳銃であったことから、1951年、国家地方警察本部と警視庁、複数の自治体警察の共同購入として、勝者を介して、S&W チーフスペシャルや、 コルトディテクティブスペシャルといった小型拳銃を輸入し、女性警察官や私服勤務員に配備した。また私服勤務員やセキュリティポリスなどでは、戦前と同様 FN ブローニング M1910 やコルトベストポケット FN ポケットモデル M1906 といった小型の自動拳銃も用いられていた。これらの施策によって率は急激に向上し、 例えば警視庁では1950年1月10日に全警察官に拳銃を対応し、翌1951年6月1日には私服警察官に小型拳銃を対応した。全国的に見ても1951年には全ての警察官への支給が完了したとされている。一方、拳銃の充足率の向上に伴い事件や事故が多発した。 警視庁は1949年1月に常に携帯しなければならないと指示したが、暴発や電車内で居眠り中に拳銃を奪われた事例、主席や映画界まで拳銃を持ち込みトラブルとなった事例も発生した。このことから1951年に規則改正を行い、勤務に必要な時以外は所属庁に申告して、 取扱責任者に一時保管を委託できるとした。新警察法時代石川県金沢西警察署での通常点検。1954年の新警察法施行時点で警察組織が保有する拳銃約12万4000兆のうち87.3%が米軍からの対応品であった。また1955年6月1日付でこれらは譲渡に切り替えられた。 上記のような経緯の結果、1955年の時点で警視庁が使用していた拳銃は下記の通りであった。その後、警察官の増員に伴い、昭和34年度以降は輸入も再開された。昭和35年度、国産のニューナンブ M60 が採用され、昭和43年度以降の調達はこちらに一本化された。当時、 共有拳銃のうち多数を占める45口径拳銃、特に M1917 リボルバーについては、第一次世界大戦以来の老朽品であり、対応年数を過ぎて、動作不良や精度低下をきたしていたほか、警察用としては威力課題であり、大きく重いために常時携帯の負担が大きいという不具合も指摘されていた。上記の新規購入の進展に伴い、昭和40年度より、 これらの老朽重の更新が開始された。また1970年代には220丁程度のワルサー PPK が輸入されて、セキュリティポリスの警護官や航空護衛官を中心に配備されたと言われている。しかし、それでも昭和49年度末の時点で警察組織が保有する拳銃約19万3000丁のうちおよそ半数に、 当たる約9万5千0兆を上都品が占めていた。ニューナンブ M60 は外国製と比して射撃精度に優れ、また日本人の体格に合っていたこともあって好評であったが、1990年代にその生産が終了すると再度輸入が開始された。1997年には S&WM37 ヤーウェイトが大量発注され、 また2003年に5344兆、2005年にも5519兆が購入されている。また2006年にエアーウェイトの販売が終了すると、やはり S&W 社の拳銃に、所定の改正を加えた桜 M360J の調達が開始された。エアーウェイトの採用以降は、警察官の装備軽量化のため、調達する回転式拳銃は2インチ重心と、 定められている。またこの時期には、自動拳銃の調達も開始された。1990年代に行われたトライアルでは、ベレッタ M92、グロック17、H&KP7M8、シグザウ LP230、ミネベア社の国産試作銃が候補とされた。最終的に、32ACP 弾仕様の P230 が採択され、 マニュアルセフティやランヤードリングの追加など、所定の改正を加えた P230JP が発注された。入南部生産終了後に調達の主力をこちらに移すことも検討されたものの、これは実現しなかった。特殊拳銃9 x 1 9 m m パラベラム弾のように強力な実行を使用する自動拳銃は蒸気のような回転式拳銃や昇降径の 自動拳銃とは区別され、警察部内では特殊拳銃と通称されていると言われている。主に警備、公安警察、また刑事警察で特殊犯や組織犯罪に対処する部門などを中心に配備されており、下記のような多彩な拳銃が調達、配備された。回転式、自動拳銃ともに専用のホルスターが支給されている。 制服着用時は支給品の使用が義務付けられているが、刑事課員等の私服着用時は、物理的な脱落防止機構がついたものであれば、死没ホルスターの使用が認められている。特殊重視は FIRE-M628 ウェポンライトを装着した MP5 を構えるサット単位。警察官等特殊重使用及び取扱規範では、警察官が所持する銃のうち、 警察法第68条の規定により対応されるもの以外のものを特殊銃と規定している。1968年に発生した金卸椎老事件をきっかけとして、翌昭和44年度より狙撃銃の整備が開始され、昭和48年度までに全国都道府県に所定の配備が完了した。この狙撃班が後に 重機対策部隊の母体となった。導入当初は、フォーはゴールデンベアが用いられており、その後、これをフルモデルチェンジしたフォーは M1500 に更新した。またサットでは、H&KPSG1 や L96A1 も用いられている。H&KMP5 機関拳銃は、1977年に設置された特殊吸収部隊の前進部隊の時代から、 配備されており、2002年からは、銃器対策部隊への配備も開始された。また一部の都道府県警察では、刑事部の特殊犯捜査係にも、単発射撃の未可能な MP5SFK が配備、されている。また SAT には、自動小銃も配備されているほか、パリ同時多発テロ事件を受け、大都市を抱える、警察本部の銃器対策部隊にも配備されることが、決まった。馬に乗る、 女性警察官戦前は女性の警察官任官は禁止されており警察官は全員男性であった。これは軍人も同じでありまた他の職業も大半は女性の社会進出を認めていなかった。日本における女性警察官の採用は1946年に始まった。これは日本の男尊女費傾向が強かったこともあるが警察、 軍隊はとりわけ男社会で、軍人と警察官は女にはできないという強い差別思想があったためである。しかし戦後、連合国軍最高司令官総司令部の指導もあり、各国ではすでに当然であった不敬制度を実現させた。ただし、当初はあくまでも職場の花火広報としての役割のみで採用し、それ以外の職には一切つけない人事も横行したが、 昭和30年代頃から女性の社会進出も増え始め、警察内の男女差別は弱まっていった。もともと、婦人警察官というのは男性警察官の補助的役割という趣旨で導入され、同じ巡査であっても、不軽巡査の方が低い扱いであったが、これは現在では廃止されている。2000年、男女雇用期解禁等法に伴い、名称が、 女性警察官へと変更された。通常はあえて女性の警察官のみを特定して、故障しない場合、警察官と統一して故障される。女性警察官は、人事面での差別を一切受けないことになっており、男性警察官と、同じく刑務、総務、地域、刑事、交通、警備、公安、組織犯罪対策各部に配属され、 機動隊や重機対策部隊に配属された例もある。能力次第では、幹部警察官として管理官や、警察署長、本部の課長や県警本部の各部長などの職務に当たることもある。警視庁では、女性警視が第5機動隊副隊長として着任したケースや、岩手県警察では、田中俊恵警視庁が、女性警察官発の県警本部長に任命された。 故障としては、下記の通りたような故障が存在するが、俗称としては、警官、おまわりさんなどが一般的である。これに加えて、女性の場合は、不景さんなども呼ばれる。ありがとうございます。